きました。金メダルという最高の結果を出して帰国したラレットジャパン。そこには選手たちが出発前には想像もできなかった別世界が広がっていました。私もまさに聞いたんですけれども、ないたで、あんな早くですけれども、ちょっとテレビで見てた世界が自分の目の前にあったので、まだ分かる。そして帰国前、優勝の実感が湧かないと話していた選手たちが、ドイツではやっぱり、まだなんか実感はなかったんですけど、まあ、先ほど成田についてたくさんの、方々が来てくれたりとか、そこをどういう方々が来てくれたりとか、優勝したんだって言ったら感じます。食べてる、食べてる。帰国後、なでしこジャパンは総理官邸へ。から優勝トロフィーを渡され、笑顔を見せる関東。